アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。海賊王の見た景色、そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから。派手に死ね。誰だ？ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田重総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑、待て。サンジ、ゾロ来たな、ゾロ。だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。やっちまいな。ギャそこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘場。ゾロ、サンジ、シムソップ、ナミ。わり、俺死んだ。笑った。
生きてた。もうけ。広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た。逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟して笑ってると、海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。使うなんてむちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。欲しけりゃもっと強くなるんだな。私諦めませんか。やべ、敵が増えたみてえだ。逃がさねえ。お際だ。誰だ。俺の名はスモーカー。海軍本部の大佐だ。
黙の実の能力で俺は自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。トップだ。うちだ、早く。お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。グズグズすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を生かそうとしているようだ。奴が何者だろうとも、俺が逃がさねえ。よっよっ、必ず追い詰めてやるぞ。よっ、増援を呼べ。俺は先回りして奴らを待ち伏せる。バラバラに逃げた方がいいわ。メリーゴーで落ち合いましょう。ロギー、俺たちは仲間の炎だ。無事に逃がすぞ。あの男は私のもんだからね。そこのお兄さん、ちょいと助けとくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいよ、姉様。おい、港はそっちじゃねえぞ。その女を倒すしかねえな。
頃私のことを思い出したかい？俺はお前みたいな美女知らねえよ。まだわかんないのかい？アルビダだよ。アルビダ？ああ、ホビーをいじめてた女海賊か。アルビダがどこにいんだよ。この鈍感。私がそうだっつってんだよ。私は悪魔の実を食べて変わったのさ。この海で一番美しいもの、それが私さ。この世界に私にひざまずかない男はいないんだ。そして私は強い男が好き。あんたは私のものになるのよ、ルフィ。うるせえ、嫌だ。この私を前にしてその態度。私のものにならないなら言い返しちゃおかないよ。どうしろってんだ。さっぱり。私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めて見た男だから。現れるじゃねえか。余裕でいられるのも今のうちだ。私の見込んだ男だね。こんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。今度は日本の方。
嵐で出航できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら、深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白陵の相撲が本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。麦わらの一味、逃がしません。
首を取っちまえ。執行の準備は私がやっとくわ。あんたたちは敵をどうにかしといて。バギー船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすれば安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。ちょっと待って、奴らは豪気な俺様ならば、まっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて、遠回りするのも悪かねえ。内心を壊していて正解だったぜ。俺が目指すのは世界一の剣。それまで負けるわけにはいかねえんだよ。何がある？曲げられない正義がある。頼む。この刀は渡せねえんだ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない？私が女だからですか？男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。前にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか？なんだと。こら総長、アシギ、何やってんだ。もういいから引っ込んでろ。すいません。
様から逃げよったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。逃さねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。よっ
三刀流。行儀は悪いな、アンチマロな。ガモン！ですが、上が何というか。俺に指図するな、とそう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかし、お前何もこんな嵐の中を。なあ、よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞ、グランドライン。